プル A、浦田直也、活動自粛へ。記憶がなくなるまでのみ、女性暴行で断酒宣言。自分が情けない。都内で女性に暴行したとして、警視庁に逮捕された、男女6人組、ダンス&ボーカルグループ、トリプル A のリーダー、浦田直也、36、が、21日、都内で謝罪会見を行い、この度は、あってはならないことをやり、被害者の方へお詫びを申し上げます。大変申し訳ございませんでした。と謝罪。活動を自粛することを発表した。記憶がなくなるまでのみ、心から反省申し上げます。本当に申し訳ございませんでした。と、改めて謝罪。19時から朝方、4時くらいまで飲んでいました。と、当時の状況を説明し、女性への暴行については、正直全く記憶がなく、お酒を飲んで楽しい時間を過ごしていたのに、どうしてこのようなことになっているのだろう。と告白。なぜ、こうなったのだろう。と、わからないことに気づけない自分が、情けないです。と、声を震わせた。今回の騒動は飲酒が原因で、お酒は一切断つ。もう飲まない。と宣言。メンバーに対しては、謝っても謝りきれない。こんなリーダーで申し訳ない気持ちで胸がいっぱいです。僕は自粛させていただきます。と伝えた。自粛する理由については、謝罪の気持ちを伝えさせていただきたい。とし、今後の活動についても、すべてを自粛をしたい。ファンの方にお会いしたいですが、今は、やってしまった行動と、被害者の方へ申し訳ない気持ちでいっぱい。今後の活動については、今、考えられない。と、心境を明かした。浦田は、19日午前、5時ごろ、酒に酔って女性の方を平手打ちしたと報道された。グループ公式サイトでは、ラフォーレミュージアム原宿で開催中の展示会を今日、21日以降、中止すること発表。ファン、関係者に向けて、多大なるご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。と、謝罪した。また、今回の報道で本人のインスタグラムのコメント欄には、嘘だと言って、もうお酒やめようよ。プロ意識なさすぎです。トリプル A は、好きだけどそれとこれとは、別。と、衝撃を受けたファンの書き込みが、相次いでいる。トリプル A は、2005年9月、シングル、ブラッド・オン・ファイアーでデビューし、同年の、第47回、日本レコード大賞では、最優秀新人賞に輝いた。NHK、紅白歌合戦には、2010年から16年まで、7回連続で出場。昨年には、自身初となる4大ドームツアーで過去最多、34万人を動員した。